もともと副キャプテンやってたので、まあ、チームを引っ張るっていうのはできてたと思うんですけど、ドラゴンズカップという大会で3年生はほぼ引退になってしまうので、このチームで絶対優勝をして引っ張っていこうと思いました。すごくなんかこの大会に力を入れてくれて、すごい栄誉ある大会だと思います。ドラゴンズカップではチーム全員が最大限の力を引き出して自分たちのペースを作って優勝を狙っていきたいです。ドラゴンズカップでは一人一人が最大限の力を引き出してチーム全員で優勝を目指して頑張ります。ベースボール1